いらっしゃいませ、ジャズバーいつき、今夜もオープンです。 はい皆さんこんばんはジャズバイ月のオープンです今日のゲストは今日のゲストは電球も消すの任せる今日のゲストは今日のゲストはえっと早とラジオから大城早人が来てますどうもありがとうございますすいませんなんか危ない人の番組に出るからと思ってねヘルメットかぶってきましたよじゃ どういう番組かちょっとすいませんわからなくてこの番組あのスタンダードジャズを流す番組になってます私がジャズ歌ってるのでこの番組になるんですけどだからハヤトさんわからないまま今日出てるんだよ関さんそうわからないですよすいませんはいこんばんはよろしくお願いしますそうだよこんばんはバーテンダーの関さん二代目バーテンダーのイラミナ関です今夜もよろしくお願いしますなんか自分の番組でもこんな喋りしてほしいですよ関さん うん、<laughs> いや、すいません。はい、もう、あまり、喋りません。すいません。はい。キャラ作りも大変なんです。<laughs> あ、バーテンダーだからね。はい。はい、<laughs> ということで、えーはい、今日、え、リンケンバンドのハヤト。お、隼人、隼人さんをお迎えした。ありがとうございます。はい。はい、リンケンバンドをさせていただいております。緑を担当します。隼人、うん、です。どうも、えー あまりリンケンバンドっていうのをお話しないんですがありがとうございます。ありがとうございます。本当にありがとうございます。さっきハヤトさんからねコーヒーもいただいたんだよ。そうですね。あのハヤトラジオのスポンサーにある浦添のコーヒー屋さんの琉球ワールド。はい堅い。ブっていうペルーの産世がいるんですよ。彼とっても美味しかったですね。美味しかったです。美味しかったです。久しぶりにあんなこの香り高い味の濃いコーヒーを。 いいいたたたたただだききまましししねホットでけどかっあのちょっとね「FM 講座のお湯を沸かす時間がちょっとかかってしまったんですけどなんかねその分待ったせいかよりなんていうかコーヒーの香り事務所に漂っておいしかったですよ本当にありがとうございますそう言ってだきましたうん超おいしかったということでイスキのジャズでが 急すぎるわ、急すぎる。急すぎる。ちょっと待ってください。もうちょっと引っ張ってください。ああ、引っ張る。あやさんと話しててください。ああ、はやとさんと。お客さんですか。あ、なんか叩かれそうにないので、ヘルメットを買いましょうね。帽子にします。いろいろ持ってきましたよ。危ない。うん、これから似合ってる。ありがとうございます。ね。ジャズっぽいんじゃないですか。うん、ジャズっぽい、かっこいい。はやとさん、初めてなんだよね。はやとさんの自己紹介。ありがとうございます。まずはそこから、いきましょうか。はい。 えー、皆様こんばんは、えー、私ですね毎週木曜日、えー、この番組の前の方でですね「はやとラジオ」というのを6時からやってまして6時半までやってますんでぜひとも皆さん聞いていただけたら嬉しいかなと思います、うん、よろしくお願いします<お>よろしくお願いしますなんかなんか響きが違う感じですねいつもはこの耳をつけてやってるんですが今日はゲストとして出てるんですありがとうございますはい おはようございます。うん、で、はい、どうさん、ハッピーバースデー。ありがとうございます。ハッピーバースデーということで、けん玉をさせていただきます。あ、あ、本当に。お、下手くそやし。はい、じゃ、コーナーぶりを。あ、下手くそやし。そう, <laughs> そ,うそうそう。下手くそやし、で、こう見て、<laughs> ノーミュージック、ノーライフということで。ね、ということで。はい。え、好きな。ジャーズ川流 はいえー、このコーナーはジャズに関するお題を出題しますので575の川柳で答えていただくということなんですけれども今日はハヤトさんがゲストですから、はいうん、ハヤトさんにちなんだ575こちらをお題にして、うん、お二人に答えていただくということでございますじゃあまずはですね<お>今日はゲストいらっしゃいますんでハヤトさんにまずああ 僕がお題を振りますんでお題瞬間的に五七五で答えてくださいわかりました隼人さんになじみのあるもののお題ですから安心してくださいやるよそれでは今週のお題参りたいと思いますお題はメガネメガネで川柳お願いしますはい五七五ですね参りますよ「いつまでもあると思うな親と神 メガネだっつってメガネメガネねうまいじゃないもの。じゃあいつもやってるからあなた見本見してやってくださいメガネ待ってねメガネで川柳お願いしますメガネはね見えない時もあるけど見える時もあるでも視力が良くなってきた最近はい、これですお、俺もいけるかもしれないこれです 五七五ですからね。うん、じゃ、もう、はい、もう一本いってみますか。超ネクタイで川柳、お願いします。俺の母ちゃんは超ネクタイしてないけど、俺の父ちゃんは超ネクタイしてるわけよ。<laughs> どうよ。はい、それでいいんです。<laughs> <laughs> これがこの番組の号々号です。そうだからなんか私が川柳できないことに、そうこの人いや今川柳でしょこれ。私はちゃんとちゃんと川柳やってるけどできない。あこっちにあのパーカーベニューを奥行ったところにあの焼肉屋だったけど今そば屋なってるところがあるじゃないですか。はいはいはいずっとあの入り口出口入り口あれ川柳ですよね。あれ名前川柳でしたっけ。川柳だ間違いなし。川柳。すみません。 すいませんじゃあもう一本いきますよはいあなたなんか今うまくいったと思って調子乗ってるでしょ2人2人はいはいは僕は OK 出しましたけどリスナーは許してないですから許してるよ許してないですじゃあ間違えられない川柳もう一本ずつ出しますからじゃあ隼さんからいきますよ広島カープで川柳お願いします尾形監督今年は優勝目指して頑張ってください ガタガタにならないでくださいセーフセーフあなたは喋らないすいませんそもそもあなたが言わないでくださいプロ野球で川柳お願いしますプロ野球小さい時ドラゴンボールなくなってたよしょっちゅう中継のせいであ。そういうことだ わじょじしてたん。ジャズだね。でしょ。わじょじしてた。ああ、そういうことね。なんでジャズっぽい。ジャズっぽい。なんか即興って感じがする。ただ、この即興ずっと失敗してますけど。ねなっさあ、今日ははやとさんがゲストですから。ありがとうございます。いろいろと、はやとさんと、もうはやとさんといえば。はい。もう、小ざの。 ヘンリーことオーシュハヤトですけれども、音楽もやられてますから当然ですけれども、そのあたりでお二人の話をいろいろと伺ってまいりたいですけど、ジャズの方っていかがですか、ハヤトさんなりに、うん。自分ですか。はい、あのジャズとの出会いはですね、昔まあもう20年前ぐらいになるんですけど、あのファンクジャズオールオーケストラっていうグループがあって、<ー>サックスの小浜と忠、ああヨダさん、忠さんでえっとドラムに中村明。 アキラさんそしてピアノにトム・イナガーさんトムさんそしてそこにベースのガンジーガンジーさんっていう方もいるんですけどその人たちのジャズを見た時にもう僕はびっくりしました最初のジャズとの出会いはその人たちでした最初のジャズがまたすごい人ばっかりだトム・イナガさんなんかさマドンナの初期あの ツアーーメンバだかすごいなそういう人たちがチャタンでストリートライブしてるのを見てなんだこの人たちということで当時大城隼人もあ誰かテレ屋さんかなと思ったいすぐ人に声かける癖が悪い癖をすいませんいいですか僕の話をしていいですかその人たちを見た時に「あすごい」と思って言うように 稲川さんとかにお願いして僕当時ファッションショーの演出とかもやってたのでそういう生演奏でやってもらったりもしてああすごい。ねすごいねあーさんの場合はそういった音楽関係のみならずもう知り合いいっぱいいますからだからねすごいよねだから追ってったらあなたとの共通の知り合いなんかもポンポン出てくるわけですだからもう今の時点で小浜と與田さんとかトム・稲川さんとかもだしだからすごいねやっぱり。 さすがリンケンバンドの方だままああそれもあるでしょうけどリンケンバンドの方がさこっちにさこの番組に出てることが本当にすごいことじゃないありがとうございます嬉しいですまあそれもそうなんですけどあハヤさんリンケンバンドですけどっていうふうに僕あんまり普段接してないものですから本当にあそうだったって思うんですマーニンレナンラジオっていうのがありますからねうちのねカツノリ先輩もね勝さんもいますカツさんはリンケンバンドって感じするんですけど はやさんははやとさんです。そう。あ本当に？まあでも僕も臨健バンド。今度見に来てくださいよ。ぜひ。あだからはい。行くんですよ。行くんだよ。おおいつ？いつにする？もうぜひ来てください。僕ら実はあのチケット持ってるそうだからだから。招待券持ってる。おおすごいすごい。招待券持ってるので。もらったの。入場無料ですけど退場料取りますよ。なんでよ。もうんでよ。まあ冗談ですけすいません。 だから見たいよね、本当に。前のオープニングのパーーティお昼め会の時に行って、この時ハ隼人さんいなかったんだよね。いなかったね、また僕は別でちょっと仕事があってというか、日曜日じゃなかったですか、うん日曜日だっけだったと思います、日曜日だっい。来ましたけどね、だからさ、今度はリンケンズキッチンの飯を食わないといけないです。だから食べたい ずっと待ってて出てこなかったから帰りました。た <laughs> タロウスケさんがチーンということ <laughs> あのなんかさっきバルーンみたいの持ってたじゃないですか。<laughs> あ,あそうそうで。なんですかあれ。あのさっき百均行ってきてからさ。なんかなんか進化。だからこれなんだろうと思って。この六ちゃんから番組やってる方ですかこの方。<laughs> 私。いや違う。あのー、そういう感じ <laughs>。化粧は近いですけど。<laughs> なんでこの手や。<laughs> 化粧の塗りはそっくりですけど。 怒られるからうん、うん、なんか怒られなお前とチル何レファンキーさんに怒られない,いやファンキーさんって言ってないよ <laughs> い誰も言ってないですね6時半からなんで別に僕今日のっては言ってないですよねうん。昨日の時半ーさん実際イキーがファンキーさんの中身だっていうのはみんな知らないんですよ待って何言ってるよ ねえもう本当にさっきバルーン持ってるから今も持ってるけど「何これ100均?」ってってからさああこれなんだろうと思ってああなんか見つけてきたわけで<あ>これや,ろやりたいなと思って。おすごい じゃあ見せていただきましょうあなたねそうやってラジオ中にそういうおもちゃ持ってくるのやめなさいよ何なんすかこれだからどうなってやるんだろうこういうフリなのやったことあるないないないだからどうなってやるん僕の知り合いね上手な人いるよバルーンファンキーさんでしょでもファンキーさんって言ってないさいっぱいバルーンやる人いるからファンキーさんでしょいやそうねこれさ一回あのやる前に一回こうした方がいい。よ本当にこうなんかやったら常識ですよねこれ教えてそうそうほらう もうの伸ばさないから、先っちょが乳首みたいになってるじゃん。ほらあ、本当に怖あこういう感じなんだ、夜は。そうそうそう。一応、こんな感じで行けば、こうやって膨らんでいくってことなんだよね。いや、心配だぜ。何が心配だろいや、だってこの風船でしょこれどうすんの膨らまして。膨らましてなんかやろうかなと思って。なんか作るわけ ワンピース読むんじゃないよ本番中にだからよどっから出したんだそれ今漫画あのさっきだからコーヒー沸かしてる時に番組次だよっていうことであったらあのもう本番前に「はやさん出ていいですよ」って言うから車から今「ワンピース」ねこれ取ってきましたよ「レッドワンピースレッド」これ何巻 キャラクターがいろいろ乗ってるんですよ。ワンピースの今いいんだよワンピース。いいんだよ。それはもう自分の番組であなたまじゃダメ。とにかく。ワンピースダメ。楽しいなこの番組。じあなた手の風船どうする気ですか？あこれでえ猫作って猫。うん作れるよ。作れるんだけどさこの風船のと。あるんだよ。 あ今、今日ちょうどヘルメット持ってきたからヘルメットかぶるかどうもどなたですか、うん、おなに何何もっと大きな声でしゃべって外で今しゃべってるんですけど、うん、あすいません僕の番組じゃないんでごめんなさいこっちの番組なんで <laughs> はいエスキー、うん、<S S の番組です あ、岐阜県岐阜県から来たってすごい岐阜県からわざわざ沖縄へありがとうございます大変ですねこんな変な番組の時こんなこんなんばっかじゃないですからね本当はもっとちゃんとしてるんですそうそうそうんか内木の帽子かぶってる内木。 あナイキか間違ったナイキかバラバラに喋んじゃねえよ自由もっと大きな声で喋ってなんなんだか言ってますけど外ねだからだから誰の話聞いたりんだよ俺よ答えになってるよこの外にもいるしよありがとうございますこざ小ざ楽しんでください振り方が上手だねお兄さんね おうまいなんか手の振り方がねえなんか手の振り方うまい人とかいるいなんか太郎助さん僕いつもこれやまないけどツイキャスっていうんですか、うん、<う>はい、はい、読んでくださいよなんか書かれてますよいつきなに何コンドム膨らましてんだってコンドムじゃないこれ <laughs> ああえほらできたよ猫猫、ね、お,、ね、おすげえミャン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  あなたたち僕、今手,手元にカラオケのリモコンあったら殴ってるところですから危ないじゃないですかこれ相撲協会に大変ですよ、僕はしらばっくれます、やってないっていう。<laughs> <laughs> ねえ本当にね誰誰なんだ誰なんだ高の花親方何だよ何だよあなたの番組でしょちゃんと進めたコーナーもコーナーも今日いいとしても CM 行かないといけないからそうだねじゃあ今日ハイアトさんが来てるのでハイアトさんに一旦 CM 行ってもハイトさんの CM の振り方よく聞いてあなた勉強してくださいじゃ勉強しますじゃあそれでは CM は CM ですじゃあ一旦 CM ですどうぞ。 かったのこれでやり直しまだ言ってないです僕思ったんですけど隼人さん番組中に CM 振りあんましないんですよ次のコーナーでっていう独特の言い回しがあるんですよいやんかね言い回しもこれ自分で言っててこれでいいのかと思ってるんですけどじゃあどうしたら方がいいですかじゃあの手本をのジャズバーのママの CM の振りを見本でじゃあ。 ただただキモイだけ。真面目にやりなさいよ。あぶれなんで。何これもう十歳よし。一旦 C.M. です。ちょいい加減バグいいんですかこんな僕。じゃあみんな出たからないっす。事故るってからこの自由すぎるから。 ただはやとラジオ,ジオに出てしまったら、うん、もう時間をどうして使うかが問題になります、ねうん。一一回える、うん、一回る家に6時だから あそっか、でも仕事もあるからな。あそっか、そうなんです。これないなな。はいとラジオ、YouTube で見た時あのあの人の時面白かった。あの今日も見たけどあの誰のあのほらあのあの人の時あの人って誰？あの人。いっぱい出てるからわからん。あの栄光に似てる。あの時あのと超面白かった。はいはい。あの時きを。ああい。事故が起こりそうなとじゃ行きますよ。はい。チケット何枚持った？はいどうぞ。 はい、じゃあずばいつきになります。今日はハヤトラジオ、えー、木曜6時からの始まっております。ハヤトラジオからハヤトさんごが来ております。はい、どうも皆さんこんばんは。ハヤトです。 だからハヤトさんは普段どんな活動されてるんですか？普段はですね、今日もぶっちゃけラジオ終わってですね、<う>えー、地元の室川公民館に行って、<う>あのー、区画整理の授業説<う>あ授業というかあのー、説明会があって、<う>それを終わらして<う>また街に戻ってきたっていう感じです。うん、あのハヤトさんのね何やってるんですかっていう質問はねもうある意味ご発吐です。そうです。 いろんなことやりすぎてて、うん、多分本人も分かってないです分かるフェイスブックでさなんか必要な公民館行ったり草刈りやったり、うん、あの小学校行ったりとかとろ夏はプールも行くから本当に今色黒いっしょうん色黒い夏こんなもんじゃないからねそうあのーうん マイクスタンドぐらいの色になるかな。オスマン三公みたいな。オスマンみたいな。オスマンオスマンみたいな。オスマンくるなる。本当本当に本当になんでなんで？プールに行くから。夏も外でこうやっていろいろ活動されてるわけです。あら脱いでいいですか？こんな番組ですか。あすごいハヤトラ中の H だ。完全に H だ。レフリーになる。レフリーなっちゃった。あすごい可愛い。しか公務官だけ。 かいここっっちちねすごいかわいいキャップをしいてこれライカも売ってますんで沖縄シティのキャップうんそうなんだあっタロスケさんがね食いついてきてるねうんすごいねうんそうまあハヤトさんといえばある意味グッズみたいなのもあるねそうなんですよはやとラジオのステッカーとかもあっちこっちですよ。あ分かるあっあかるあっちこっちで離れてるよな。でしょ 見てください。うん、今日も、あの、が、画面見てる人、見てください。<う>はやとラジオ、ジオ勝手に <laughs> いつの間に <laughs> <laughs> いい。い,い,い,いつの間に <laughs> そうそうそう。すいません。<laughs> 別に大丈夫だよ。マジ、まあ、全然大丈夫だよ。大丈夫だよ。でこのさあの、うん、フリーダムにはもう貼られてたよね。うそうそうそう。そうそうそうフリーダムさんはハヤトラジオのスポンサーなんですよ。あそうなんだ。だからハヤトラジオ、うん。いろんなところスポンサーなんだから。だからね、驚くぜ。驚くぜ。あるね。あのハヤトラジオが放送されてない放送局にもハヤトラジオのステッカー貼られてあるんだから。<laughs> あ、もちなんかよ、どっかでなんか見たな、あとよ、あのこの辺のなんかよ、あのなんか飲み屋あたりでなんか見たな、ハヤトラジオのハラリッターな、いろんなところに、あらゆるところに、あのだからもうそういえば中松章二さん、中松章二さんのレジにもハヤトラジオ、レジが五ぐらいあるけど全部ハヤトラジオ、ハヤトラジオ、ハヤすごいですよ本当に、すごいじゃん、見習わないといけないこういうのは。 じゃぜひじゃあ,じゃあはやとラジオステッカープレゼントしますあやっただから欲しかったあ本当ですかやったはいどうぞこれややはやとラジオステッカーどうぞはいやったやったこれちょうど携帯に貼りやすいサイズなこれ携帯貼ったらやばいっすよ

電話間違えましたって僕送ったからおいおい嘘だろ木曜日の18時は早とラジオだろうっていうこバレてもバレてる完全にバレてるはいすいませんなんオレンジレジンマヨベバを買ったそうです今度呼びましょうこれジャズについてうんジャズについてうんだからあの私もあのこの昔小さい時から琉球舞踊とかやっててえマジですか本当にすごいすごいで琉舞歴も長くやってて何琉なんですか え何を言うかな分からない何何言うか分からない一応ちゃんとちゃんとリューブやってたのだからこの沖縄のこの民謡とかもやっぱり好きだしだからあの臨県バンドとかも小さい時から何度もバンドやっていただきたいです お祭りでも見てきたし、テレビとかでも見てきた。ありがとうございます。それでさ、このマニンレラにも出していただいたし、でね、良くしてもらってるし、で今ハヤトさんも来てるさ、すごいなと思って。じゃあぜひだからもう本当にまずだから言うようにですね、自分で言うのはなんですけど、今のラジオのキャラクターとあ、お疲れ様です、BC スポーツさん、いつもありがとうございます。 そういう癖を持ってこれ癖だから仕方ない関さんそんなことないじゃんめっちゃごまするそんなやってごまするやつ今時いないわすいませんわからんわからだからなんていうんですか来てくださいまたリンケンバンドでのキャラクターがまたしっかりとありますので私リンケンバンドでイケメン担当してますので あ僕も一回も見たことないんですよ臨検<う>バントに立ってるはやつさんをね<う>だからちょっと見に行かないといけないです、うん、な行こうぜ行こうぜ、うんね、よろしくお願いしますお ただけん、ね、た,ただけ大事大事ただ,ただまあなまあなまあなちょっと楽しみにしてるよろしくお願いします行 <laughs> きたいねはいまあちょっと時間見つけていきたいと思います、はい、お願いしますまあお互い木曜日の番組持ってる同士ですから<ー>なかなかでもこうやって番組で絡むことなかったですよね時間帯が離れすぎちゃってるっていうのはそうそう時間帯もですけど自分はあまり出たことないですよ人の番組ゲストにそ,、えー、そんな出ないですよねでもねでだから あなたの番組に誰も出たがらない多分僕の番組僕人の番組に僕を呼びたがらないみたいなあるのかなそういうこと多分ね今日知らずに出たと思う発さらっていくから動揺してるのはわかる動揺今日木曜でしょ今日 木曜あじゃない土曜じゃない。すいません。はい <laughs> とさん優しいね出てくれてよかった。はい、先週、はいうん、先週はえっとあ,あれだあの、うん、ファンキーさん出てくれたんだ。そうそうファンキーさんがあの飲んだ帰りにひょろっと来てくれてそうそう出てくれましたけどねファンキーさんもねそうそうだからこの辺りやばいんですよ、うん、木曜日。 いろんな人いんだから木曜日木曜日やばいな本当にそろそろリボ坊さん来る時間だよねああまあいろんな人だからあの木曜日結構忙しいんですよ小座的にああそうかもしれないなのに人いっぱい来るのでみんな知り合いじゃないですかどうしていいか分かんないんですよ僕もだから今大輝が来てくれてるみたいな 助かってますけどまあまあそんなま内情話しちゃいましたけどまあそろそろお時間なんですよ実はもう早いねやっぱりね早い30分でしたね今日はじゃあ隼人さんをお迎えてありがとうございましたどうでしたか隼人さんいやあっという間の30分でですねあのもう本当に楽しいのでまた次も出たいです次はう顔が顔がもういいってだからもういいっていう顔してる 出たくないって感じでよ。じゃ次はもうちょっと仙流の腕をちょっと磨いてからリベンジ来てもらいたいと思います。怖いに長山清龍っているんですよ。はいはい。だから長山清あ仙流あ仙流と清龍似てたんです。すみません。あとでビンタしてやってください。ということでジャズばいつき次回の放送は3月15日の放送になります。またね。バイバイ。プチ。